これができたら苦労しねえよ。結論としては、うん、みんな目にレントゲンを入れましょう。キュートダンスをやってるの。ポテンシャルがある人に対しては、そこの部分をこうするといいよねっていう情報だけでその通りになるんですけど、なんかそれができない人の方が多数だと思うんですけど、なんか大半の方はもっと手前の部分からしっかりと丁寧に積み上げていってあげないと、今の情報ってあんまり役立たないんじゃないかなと思っちゃったりします。それがいくら Google とかでググってみても、いろんなトレーニング試してみてもいけない人の答えかもしれないですね。そうですね。私今ボイストレーニングにパーソナルレッスンで行ってるんですけど、めっちゃ音痴なんです。私本当にすごいかわいそうなぐらい音痴なんですけど、じゃあここで一曲聞いてくれますか。私はいつか路上ライブをやりたいんですけど、見に来てください。そこなるまで上手くなりたいんですけど、先生すごい教え方が上手で、やっぱりそもそも上手じゃない人はどこから教えなきゃいけないよねってことに習熟されている先生で、そこから私もすごい教え方を学ばせていただいてるんですけど、やっぱりなんかお歌で言うと、じゃあ息を吸って吐く時に声帯を震わせたら声が出るんだよって言われても、はい、それができないから音痴なんじゃないですかみたいな。そんな中で私の中では G スポットを押せばとかポルチを押せばいけるんだよって言われてるのは、息を吸って声帯震わせて声吐けば声いい声出るんだよって言われてる感じ。説明なドレミファソラシドに合わせて歌えばいいんだよ。そうね。それができたら苦労しないよって。そう、そういうこと。なるほど。そう、そんなざっくりなんですできるはずないじゃない。確かに歌ももともと上手い人もいれば、うん、そもそもそこまで上手じゃないっていう人もいたり、うん、声とかも出し方は習ってないから癖があるって言いますもんね。うんうん、発声の仕方も。そう、持って生まれた声帯とか、うん、条件、いろんな条件が組み合わさって歌うじゃないって、音程を取れたら上手なのか、声量があったら上手なのかとか、うん、なんかいろいろあると思うけど、じゃあ人の心を震わせられるかとかね、究極はそこまで行くんだと思うんですけど、もともと持てる素質と、あと得意な方向性とか、はい、目指すところとか、はい、目的とかいろいろある中で成長していく過程でいろんなアプローチがあると思うんです、うん、なのでそうですね、そのさっき説明させていただいたどこどこのポイントをこうするっていうのは自分で言っときながらですけど、だいぶざっくりした説明でできるようにはならなくないと思っちゃいます。逆を言うと僕もそうですし、うん、視聴者の方もそうだと思うんですけど、そこって多分価値観がないというか、うん、考え方がない、うんかったと思うんですよ、うん、言われてみればそうだよね。歌が上手い人下手な人がいるように、うん、セックスも上手い下手があるよねっていうのは、うん、そりゃそうだわってなるんですけど、そこをまず知らないで、うん、いけるにはどうしたらいいだろうっていう、その、うん、テクニックを追うというか、うんうん、その成果物を欲しがるというか、うん、いきなりプロ歌手になろうとするみたいな。そうそうそう、夢を見るのはとても素敵だけど、まずまだ早いぞお前ら、やるべきこともやらないで行こうとしてやがるな。そうなの、なんかもう逆に私はその一歩一歩を今の自分にできることから積み重ねてた方がなんか近道だと思います。じゃあ言わせてもらいますけど何ですか、何今のマン君新キャラ。じゃあ言わせてもらいますけど新キャラ。じゃあセンスがないの分かりましたけどどっからやればいいですか。じゃあ何したらいいんですか。ナイスのひねくれモード視聴者の声を口が今こうなってたそう難しいよね。これもだからもうすごい嫌だろうけど、聞いてる方にとっては、うん、もう本当に人にはよっちゃうんです。はいはい、ただ、そうですね、うん、そう、ただ大きく分けると3つ私はいつも分けて考える。体の状態やら動かし方が苦手な人なのか、体の操作の方が苦手な人なのか、そもそもちょっと感情的に性に対してブロックがあるっていうの、うん、ちょっとネガティブなイメージ、ネガティブなイメージ持っちゃってる人なのか、それともなんか頭がいい人とかは理解したら割とそれ体に落とし込める人とか、うん、そういう人だったら知識とか思考の部分にアプローチしたらいいとか、脳の状態を脳波を操作するっていうかオーガズム状態に持ってくるのが得意とか、体より脳のアプローチの方が得意な人もいる中で、私はその3つでその人はどのタイプかなって
なんとなく話して、はい、じゃあこういうところからどうですかってアプローチするんですけど、はいはい、じゃあ今3つぐらいあるとするんですけど、うん、今この対談で話してると、うん、多分半日ぐらい多分喋ると思うんです、うん、放っておくとそうです、ね、一生喋ると思うんで、そうですね、一晩貸します。ひとまずこれから始めてみたらみたいなやつあります？超面白くないと思うけどでもそこが必要ってことですもんね。あ、そう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 、逆に言うとセンスねえんだから。センスねえんだから、おめえらセンスねえんだから。言い方もうまく言い方いくてか私も全然その生きててできないこと多すぎるのでできない気持ちはわかる、できない気持ちは超わかるんで、だからこそ寄り添いたいっていう感じなんですけど、あれじゃない、すっごい一番最初にやってほしいのは体の中の感覚を感じるっていうことをし慣れてない方はしてほしいなって思います、うん、例えばどんな感じですか？体の中の感覚感じること、マックもあるか、お腹痛いなとかうん、お腹すいたなとか、うんうんうん、あと水を飲んだ時になんか冷たい水がスッと通ったなとか、うん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 、そういうのはわかりますけどね。そうですよね、そういうところからでいいと思うんですけど、例えばじゃあ腰痛いってなった時にお医者さんに腰のどこが痛いとか細かく言えない方多いじゃないですか。腰とはって話ですね。そうそうそう、中行きの中とはって話でしょ、さっき。ああ、そうか、そうそうそう、うん、みんなざっくりお腹痛いも、胃が痛いのか腸が痛いのかとか、お腹が下っちゃってるのか、そうそうとか、ね、女性なら子宮が痛いのかとか、はい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 、結構こう分かりますね、お腹のパートでも。そう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 、結構ざっくりしてるものをみんなまるっと日々表現する、日常的にそれぐらいでいいと思うんですけど、それがもっとこう細かく感じ分けられるようになったと、うん、るっていうのが中行きできるようになっていく感性に結びついている気がします、うん、そもそも子宮の位置分かりますかって話ですよね、うん、それでいくと、うん、そうですね、胃はこの辺とか分かるけど、うん、特になんか行かせたい男性とか子宮が女性のどこにあるか分かりますかみたいな、あ、知っててほしい。そうですよね、うん、それが分からずに頑張ってもね、うん、何がどうなってそのいくっていう現象が起きるか、はいはい、理解してやる方がより的確な動きをできると思うんですよね、うん、じゃあ結論としては、うん、みんな目にレントゲンを入れましょうそうですね、一言で言うとみんななんか内臓に見るの、内臓を見る歩いてる人みんなキュイーンってできる、うん、そういうイメージですよね。そう、見る側はそういう目で見る、感じる側は自分の体の中の感覚をこう感じてみる、ヨガみたいですね、あ、うん、自分と向き合うみたいな。そうですね、基本生きてると生活してるとね、自分の外側に意識向くもんね、それを地に向けるんです。だって中行きっていうぐらいだからね中行きっていうんだから中に集中してるような話ですよね。そうなんです、もともとね得意な人もいるし苦手な人もいる中で、もしそれがあんましたことないわっていう方だったら、うん、そこからやってみていただきたいな。ちょっと思ったのが、うん、仮に中行きはしていると、子宮は痙攣してますけど脳が察知してない可能性とかありそうじゃないですか、うん、あ、全然あります。そうですよね、すごいあります。イケてるのにイケてると頭が判断してないみたいな、うん、自覚できないパターンっていうのも全然あって、あ、それはつなげる努力が必要そうですね。だからここだけ開発しててもダメで、脳もちゃんと、うん、開発して、はい、脳はいけないなと思ってるけど、こいつはいけてるでと思ってるかもしれないです。そう、こいつ、これ、あれか地球と卵巣をやってるの話は戻りますけれども、はい、素人にはそういう涙ぐましい努力が必要なんだということですね、うんうん、そうですね、分かったか、戦争の念をおめえらだから感じ悪い言い方ジョージアさん、優しくしてでもこれ見た人相当レベルアップしたと思いますよ。いい話だと思うよ、うん、かなり本質的な話だと思うんで、そう、すごい役立つことを言えなくてごめんねいやそれがやっぱデリケートってことですよね、うん、それはググってもデレモンはそうな感じはしますし、うん、解決されなそうな気はしますね、うんうんうん、そこのまず考え方を改めよう勉強します一緒にだからも勉強させてくださいお願いしますふむふむということで、はい、今回中行きについて、うんうん、先生の考えを教えていただきました。楽しかったですか先生だからまだ足りない話足りない一生喋ってる多分一生喋ってる一生喋ってる
24時間ライブとかやりたい耐久じゃあ僕その辺で寝てきますよ、じゃあ友達の話し相手して一人じゃできない。僕以外に東先生の話し相手になってくださる方はコメント欄の方でお願いします。他にもね、なんか先生にこういう話題話してほしいとかこういうこと聞きたいよって方はぜひコメント欄の方に、ね、コメントをくださいませ、うんうんうん、あとはですねチャンネル登録ですよ来ちゃったね東先生来ちゃったね、この時間が言ってもらおうか言ってみようかチャンネル登録ね、言ってごらんお願いしてごらんクマに言ってもらう、お願いします恥ずかしがっちゃって可愛いね。なんか撮影がこの後始まってるんじゃないかってみんな思ってそう。あ、そうかアニマルビデオのオープニングのインタビューさせてちょっと恥ずかしがらせて A の V A の V のやつということで今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました。では皆さんまた次回、バイバーイ、バイバーイ。